大気を掲げ更新する大員琉球警備連隊とは、復帰前の沖縄において、米軍基地の警備を担当する、軍庫要員によって構成された部隊である。1950年に発足した、琉球特別警察隊 SP が起源である。従来、米軍基地の警備は、アメリカ軍憲兵が担当していたが、日本語が話せない憲兵と、英語や奄美方言が話せない訪問者との間で、 トラブルや時間が多くかかったことから、両言語を介する橋渡し役として、琉球高等特別警察隊制度が導入された。1960年に琉球警備連隊に解消された。琉球警備連隊は在留米陸軍憲兵司令部の指揮下にあり、警備連隊員は約1000名であった。警備連隊員は拳銃やカービン銃で武装していた。 女性隊員もわずかではあるが在籍していた。対象は、守礼門で、待機や、制服の気象として用いられた。任用試験に合格した警備員は、キャンプ加えにある、琉球警備員訓練所に入校し、5から6週間の初任訓練を受けた。また階級は、軍隊式で、連隊長の体裁下、将校、歌手官、兵の区分があった。沖縄変換に伴い、 隊員の身分は、軍庫要員から、中流軍等労働者となり、日本人警備員となった。ありがとうございます。